スターリンの早々競争曲は、アーマンド・ヤ・ヌッチ監督による2017年のイギリス・フランスの歴史、コメディドラマ映画である。1953年の独裁者、スターリンの死によって引き起こされる、ソビエト連邦内の権力闘争が描かれる。原作は、フランスのグラフィックノベル、ラモーデ・スタリーンである。2017年9月8日に第42回トロンと、 国際映画祭のプラットフォーム部門でプレミア上映された。イギリスでは2017年10月20日に E1 フィルムズにより公開された。アメリカ合衆国では2018年3月9日に IFC フィルムズ配給で公開された。1953年のソ連モスクは、ダブレンチーベリア率いる NKVD は、粛清リストに基づく国民の逮捕粛清を実行し、 ヨシフ・スターリンに対する国民の意図は、スターリンがラジオ生放送のコンサートの録音を発すると、関係者が急遽再演奏するほどになっていた。コンサートのピアニストを務めていたマリア・ユーディナは、家族が受けた処分からスターリンを恨み、録音版にスターリンを罵倒するメモを忍ばせた。届いた録音版を執務室で聴いていたスターリンは床に落ちたメモを拾って、 内容を目にすると笑い飛ばしたが、その直後に意識を失い、混頭する。執務室の外で警備に当たっていた二人の兵士は、スターリンの倒れる音を聞き、一方は、中を覗いた方がいいと言ったが、もう一方はそれに、黙れ。二人とも処刑されると答え、結果二人とも執務室に入ることはなかった。翌朝、お茶を運んできたメイドが混頭したスターリンを発見し、 ソビエト連邦共産党の幹部たちが集まる。スターリンの粛清で有能な医師がいなくなっていた中、経験不足の若手や引退した者までかき集めて、なんとか編成した医師団と看護師がスターリンを診察した。スターリンは脳出血により右半身麻痺の状態。回復の見込みはないという医師たちの診断に、幹部たちは狂気する一方、 スターリンの娘であるスベトラーナを味方につけたり、無能だが牽制を傘に切る道楽息子のワシー・リーの介入を食い止めようと、お互いに暗躍を始める。幹部の個人情報まで握るベリヤは、当該序列2位のゲオルギー・マレンコフと組む一方、ニキータ・フルシチョフは、ビャチェスラフ・モロトフやラ・アザリ・カガノービチ、アナスタス・スミコヤンらを仲間として対抗しようとする。ベリアは、 粛清リストからモロトフを外すとともに、半島活動容疑で収監されていたその妻、ポリーナを釈放するなどの懐重策を取る。スターリンは一瞬意識を取り戻した後に死去し、幹部たちはスターリンの葬儀と後継体制に向けて動く。後継のトップにはマレンコフが昇格となる形で就任。ベリアはマレンコフ政権のナンバー2となり、フルシチョフは ベリアの差し金で、スターリンの葬儀委員長に任じられる。トップとなっても実行力のないマレンコフに対し、ベリアは政治犯の釈放や粛清リストの凍結などを提案する一方、スターリンに対する複モ中のモスクワ市内の警備を軍から NKVD に開始させ、さらにモスクワに入る列車を止めようとする。フルシチョフは、鉄道の管轄は自分にあると主張したが、 ベリアは強行した。しかし、フルシチョフは独断で列車運行を許可し、長門に退去して押し寄せた人民に警備の NKVD 隊員が発砲して1500人もの死者が出る。会議で責任をめぐり、ベリアとフルシチョフはお互いにすりつけ合って対立、結局現場の警備責任者に罪を被せる形となるが、その上司であるベリアには失点となった。 葬儀の当日も、スターリンの意外の周りに立つ幹部たちは、他のメンバーに対する悪口を言い合う。聴聞客に、教会の関係者をベリアが含めたことについて、フルシチョフらは、スターリン主義に反すると、さやあてした。軍の最高司令官で対戦の英雄である、デオルディ・ジューコフと組んだフルシチョフは、マレンコフを除く、他の共産党幹部の同意も取り付け、 ベリアの失脚に向けた準備を進める。葬儀後に開かれた幹部の会議で、フルシチョフがベリアの解任を提起し、テーブルの下に取り付けられたボタンを押すと、ジューコフラ軍人によってベリアは連行される。裁判を開くことを主張するマレンコフに対し、フルシチョフは、ドハチェフスキーら裁判を受けずに粛清された同士の名を挙げ、半ば同活して、処刑命令に署名させる。 そして、ベリアは、少女への性的暴行、国家反逆罪、反ソビエト行為などの容疑により即決裁判で、重殺刑に処され、その死体は、フルシチョフらの目の前で、ジューコフと兵士たちによって焼却された。フルシチョフやその妻、そして幹部たちがコンサートを鑑賞する中、字幕で、フルシチョフが、ベリアの死後、 マレンコフにとって代わり権力を掌握した後、半島グループ事件で、モロトフやマレンコフらを排除し、名実ともに、ソ連の最高指導者になったものの、1964年に、レオニード・ブレジネフの台頭により失脚したことが、示され、フルシチョフを背後に座るブレジネフらしき人物が見下ろす。ところで、映画は幕を閉じる。括弧内は日本語吹き替え第42回と論と、 国際映画祭に出席するアーマンドやのチ、アドルフ・ヒトラーは毒です。ヒトラーは猛毒です。ドイツのどんなホテルでもヒトラーの肖像画は見かけませんが、私が宿泊したモスクワのホテルにはヨシフ・スターリンの肖像画が掲げてありました。彼は罰せられずにいます。私たちは彼を静かに追い隠し、彼にそれほどの関心を抱いていないのです。 アーマンド・ヤヌッチプロジェクトは第69回カンヌ国際映画祭の間に始まった。監督はアーマンド・ヤヌッチが務め、彼とその常連コラボレーターのデビッド・シュナイダー、官僚天国、今日も辻妻合わせますで共同したヤン・マーティン、ピーター・フェローズが脚本を執筆した。制作は2016年6月20日に始まり、ジェフリー・タンバー、スティーブ・ブシェミ、 オルガ・キュリレンコ、マイケル・ペイリン、サイモン・ラッセル・ビール、パディコンシダイン、アンドレア・ライズボロー、エイドリアン・マクラフリン、ルパート・フレンド、ジェイソン・アイザックス、ポール・ホワイトハウスがキャスティングされた。撮影は、ウクライナのキエフ、イギリスのロンドン・オックスフォードで行われた。撮影の大半はイギリスで行われ、スター・リーン・テイの撮影は、パインウッド・スタジオの側にある森に邸宅を作り、 撮影された。第42回トロント国際映画祭に出席する、スティーブ・ブシャミ・ロッテントマトズでは200件のレビューで、支持率は96%、平均点は8.2、10となり、スターリンの早々競争曲は、監督兼脚本のアーマンドやヌッチの恐ろしい、政治的ユーモアと痛々しく、タイムリーな歴史のチャプターによって現れると、批評されている。 またメタクレッティックでは42件のレビューで過重平均値は88、100となった。アイリッシュタイムズのドナルド・クラークは映画は死すべき運命のパニックにより始まり必然的に恐ろしい結論に向かってその様相を続けると批評している。ガーディアンのピーター・ブラッド賞は恐怖はアーマンド・ヤヌッチの見事なホラー風刺の死体から上がってくる大物による冷酷で 無慈悲な力の演技は、見事なキャストによって行われたと批評している。フィナンシャルタイムズのラファエル・エイブラハムは、このようなスターリニズムの残党である、共産党政治局員たちヴァンパイアによる宴会は、絶え間ない腹黒さのシチュエーションによって、すべてのコメディ要素を覆い隠すことがあります。しかし、ユーモアとホラーの綱渡りは、イアっチの正確なゲームによって覆されます。 彼だけが、そのスキルによって成し遂げることができたのです、と、批評している。リチャード・オーベリーは、映画には、歴史の誤りがいくつも存在しており、創作的許容とみなすことができると述べる一方、最も重要なことは、スターリン政権下の死者に対する敬意がないことだと、指摘している。これに対し、イアヌッチは、現実の不合理を和らげることを選択したと、反論している。 ケンブリッジ大学でスラブ研究を行っているサミュエルコフはドラマの焦点を合わせるために役立ったことで歴史の不正確さを正当化できると認めたがラブレンチー・ベリアをスターリニストの不愉快な化身にすることで現実の権力のメカニズムとは何かについて述べる機会を失ったと主張している彼はイアンチのアプローチはスターリニズムのようなものには転写できず映画は スターリニズムに内在する喜劇を見つけ出すためには根本的に不備があり、それが目指しているはずのことを知らないと指摘している。第42回トロント国際映画祭に出席するアンドレア・ラ・アイズボロー2017年9月、ロシア文化賞の交換は社会の流起を引き起こしてロシアを不安定化させる西側の陰謀の一部となる可能性があると主張し、 ロシア当局がこの映画の上映禁止を検討していると述べた。作家、政治活動家のニコライ・スタリコフは映画が英国の知的階級による非友好的行為であり、反ロシア情報戦争の一部であることは明らかだと主張した。一般公開の2日前である2018年1月23日に行われた上映会には国会議員、文化省交換。 映画業界関係者が出席した。二日後、文化省は映画の上映許可を取り消したが、いくつかの映画館が上映不許可の連絡が届かなかったと主張して、上映を開始したため、文化省は上映を強行した映画館に対して訴訟を起こしている。ゲオルディ・ジューコフの娘エーラ・ジューコは、映画監督のニギータ・ミハルコフやウラジーミル・ボルトコ、 ロシア国立歴史博物館館長、アレクセイ・リフキンを含む文化省顧問弁護士グループは文化大臣、ウラジーミル・メジンスキーに対して映画の上映を許可するように要請したが、彼はスターリンの早々競争局の過激論者は憎悪と敵意を煽り、ロシアの民族と社会の尊厳を損なっている。我々はこの映画が1950年代のソビエト連邦は人々に、 像と剣悪のみを感じさせたという過去に歪めるために作られたと確信していると返答した。また、ロシアの作家たちからは、第二次世界大戦の戦士たちの記憶を抽象するという批判が起き、さらに、スターリングラード攻防戦の戦勝75周年を前に全ての戦士者と生存者に対して唾を吐く行為だという批判も起きている。映画はロシアをはじめベラルーシ。 カザフスタン、キルギスで上映禁止となった。ユーラシア経済連合の加盟国の中ではアルメニアのみが上映を許可しており、2018年1月25日にエレバンの2劇場で公開され、カザフスタンでは小規模な映画祭でのみ公開された。ありがとうございます。